強ディフェンスグバルディオルさん、16歳ヤマルくんにキンキンにされる。ヤマルやっぱり物が違うわ。大きな故障なくキャリアが続けばバロンドール複数回取るよ。怪我だけ、グバルディオルにだって負けてないし、なんなら勝ってるよ。まだ16歳やで。そんなんありえへん。ヤマルを止められなかったグバルディオルが評価されるプレミアリーグ。ヤマルくん、君ほんと16歳。グバルディオルがキンキンにされとる。サイドラインでぶち抜かれるグバルディオル、どっかで見覚えがあるな。ヤマルやばすぎやろ。グバルディオルを簡単に抜き去ってやがる。ヤマルくんなんでグバルディオルのサイドでビッグプレイ連発できとるん、すごすぎ。朗報、ヤマルさん義務教育中にグバルディオルをぶち抜く。プレミア来た当初もグバルは対人悪かったし、最近覚醒したけどまた悪い時のグバルに戻った感じ。ペップに魔改造されたことにより攻撃性能は上がったものの、引き専用機になってしまったグバルディオルさん。ヤマル止められるサイドバックなんて世界見ても数えられるくらいしかいないでしょ。カルバハルくらい。なおそのカルバハルはヤマルの仲間の模様。ヤマルさ、